て衛生看護科2年吉野夏樹、こちらこそありがとうございました。お別れするのが寂しい。いい看護師になってくださいね。これは実習先で最後の挨拶をしに行った際に患者様から言われた言葉です。この時私の手をずっと握ってくださって、とても心が温かくなり、感謝と嬉しさでいっぱいの反面、今までの患者様への援助を振り返り、申し訳ない気持ちにもなりました。実習が始まった頃の私は、援助を行う際はカルテの情報ばかりを優先し、患者様の気持ちを十分に聞けていなかったと思います。また患者様にできるだけ負担のないように援助を行いたいと思っていました。しかし実際は2人1組で着替えを行う際も、グループの人とうまく協力できず、時間ばかりがかかってしまい、患者様から「寒いから早く着せて」「もう着らんでよか」といった言葉を言われてしまいました。この時私は実習グループの人と十分コミュニケーションが取れていないことに気がつきました。相手がしてほしいことを汲み取って動いていないことが、患者様を待たせることにつながり、結局患者様の負担が大きい援助になったのではないかと思いました。この日をきっかけに実習グループのメンバーと、どうやったら患者様を待たせずに快適な援助ができるかを話し合いました。毎日何度も話し合いながら、今日も患者様を待たせてしまった、今日は体を拭くだけで40分もかかってしまったなど、そう簡単にうまくはいきませんでした。それでもみんなで協力して患者様のためにいい援助をするにはどうしたらいいのかの話し合いを続けました。話し合いを重ねるうちに、全員が患者様のために何とかいい方法はないかと考えていることに気がつき、一体感が生まれてきました。またそれまでは私自身が、相手が心を開かないから私が心を開いても意味がないと考えていましたが、自分から心を開かないと自分の気持ちが伝わらないばかりか、相手も心を開かないということに気がつきました。さらに患者様に対してどうだっただろうかと振り返った時に、自分の気持ちを伝えていませんでした。その日から援助中に時間がかかった時、時間がかかってすみませんでしたや、援助をさせていただきありがとうございましたと素直に言葉にして伝えると、患者様は笑顔で許してくださいました。それをきっかけに自分の思いを言葉や目、手などいろんな方法で伝えることで、少しずつ患者様の心の変化を感じました。病室に行くと笑顔を見せてくれるようになりました。こうして私が心を開くことで、患者様も心を開いてくださるようになりました。家庭の事情や時には、私旦那さん大好きといった言葉まで聞かれるようになりました。この実習で患者様の気持ちを考えた上で援助を行うと、患者様にも気持ちが伝わり、ありがとう、学生さんは丁寧にしてくれるから嬉しいなどと言ってもらえるようになりました。私はまだ看護学生という立場で、看護師のように患者様の痛みを取り除くような処置はできませんが、患者様を理解し、心に寄り添うことで安心してもらい、笑顔にさせることはできると思いました。それに気づき、学びを得ることができたのは、実習グループのメンバーや、患者様をはじめとする全ての人との関わりを通してでした。これから先の実習でも、患者様を理解し、心に寄り添った看護を提供するために、普段の生活面においても、周りの人への思いやりと感謝を忘れずに、日々精進していきたいです。ご清聴ありがとうございました。これで終わりです。